Hello everyone, and welcome back to Megadimension Neptunia, Victory 2. Last time talk, we have saved the Indisha, was it this time? Lettersha! And yeah, let's we are finishing the chapter. What? It's fine. ネプテルさん、盗まれた例のゲーム機はどこにありますか?行く!やばった!秘密結社の狙いが分かった以上、これは厳重に保管しようと思います。やっぱ。何よ、ネプコ。随分歯切れが悪いわね。 別に減るもんじゃないんだし、渡したら?まさか、ネプネプ。壊したりなくしちゃったですか?さすがにそれはネプコでもないでしょう。せっかく取り戻したゲームキなんだし、間違って壊すならまだしも、なくすなんて。アイちゃんが逃げ道を塞いでいくけん。あんた、まさか。 本当になくしたの?実はあの戦闘の後、ないのに気づいて、けどなかなか言い出せなくて。なんでそれを早く言わないのよ。親が怖い子供か、あんたは。だって怒られると思って。壊してる。まったくあんたと来たら。ってなると犯人はムッツリ忍者ね。ったく抜け目がないんだから。 盗まれたものは仕方ありません。そうそう。どうせ秘密結社を何とかしなきゃいけないなら、その時に取り返せばいいだけだよ。盗まれた張本人が言うと説得力ゼロね。人生何事もポジティブシンキングだよ、アイちゃん。あんたは人をイラつかせる資格でも持ってるのかしら?何のことかな? イラ。ところでイーソンさん、ビーシャさんとネズミさんはどうしてるですか?彼女ならうちの店で働いてるでちゅわよ。はい、中古さん。もうこんなチューピングな私に驚くなんて失礼でちゅわね。褒めたかいです。けど働いているってどういうことです? なんでも彼女のお店はモンスター系の市民に人気があるらしく、そこで徐々にモンスター慣れをしていくとのことです。どういうことでちゅわ?最近はだいぶモンスターにも慣れてきたようでちゅわ。こっちも彼女のおかげで人間の子供のお客が増えて商売繁盛でちゅ。それはよかったです。あれ? ここにいるですか?ちょっと!何勝手に答えてるんでちゅか?ネズミさんに?ですか?また何か悪いことをしたんですか?隠していると思って、うちのゲームを差し入れに持ってきてあげたんでちゅの。 遊べるゲームがあればゲームの違法コピーや違法ダウンロードする気も起きないはずでちゅわ。なので、ちゅうこさんは毎日こうして差し入れを持ってきてくれているんですよ。すごいです、ちゅうこさん。果たしてそれだけですかね、アイちゃん。ニヤニヤ。そうね。私的にはそれは後付けで、ネズミに会いに来てるんだと推測するわ。 これはまさかあれですかね、アイちゃん。ええ、間違いなくあれね。ちょっと勘違いしないでちょうだいでちゅわ。おお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 お
とか。え、
course. ですな。You. Oh, the human. ステマックス。ただいま戻ったでござる。して、レミオン。は、ここに。タリアさん。これが、あやつの求めるものか。よくやってくれた。褒美として休暇をやろう。ゆっくり休むといい。どうぞ。一体、それは何でござるか。ただのゲーム機、なぜ将軍やマジコンの殿はそれを血眼になって探すのでござるか。どうしたんですか。将軍、お主が知るほどのものではない。なぜ教えてくれないのでござる。拙者と将軍の中でござろう。言った通り、お主が知るほどのものではない。将軍がそのつもりなら拙者にも考えがあるでござる。おお、わしに口を割らせるつもりか。ここに土産として買ってきたコンビニのビニボンがあるでござる。将軍が教えてくれればこのビニボンを。いらぬ。え、うん、将軍、今何と申したでござるか。いらぬと言ったのだ。二度と言わせるでない。なら、この同人誌はどうでござる。おととい行われた即売会では5分で完売した超レアものでござる。しかも中身は将軍の好きな金髪巨乳の。いらぬと言っておる。言いたいことはそれだけか。ならばされ、ステマックスよ。わしとて多忙の身。これ以上貴様に付き合っている暇などないのだ。失礼したでござる。Something tells me that he's gonna be switching sides now. Oh, so much, maybe. Possibly. Meta the chat actor change. So yes, I did miss playing this game. した報告になります。やはり今ゲーム業界で起こっている事件の裏には秘密結社が絡んでいたのですね。ラステーションでは傭兵組織の後ろ盾としてルイでは革命軍とつながり、リンボックスではゴールドサードとつながっていた。さすがアイちゃん、事件の裏の裏まで調べ尽くすなんてまさに諜報部の鏡だよ。ま、私にかかればこのくらい当然よ。ちなみにネプギアならベール様と一緒にうまくやってるそうよ。本当なら
妹の活躍を喜ぶところなんだろうけど、相手がメールだと素直に喜べないかも。それでイストワール様、今後の対応ですが、秘密結社打って出ましょう。けど秘密結社ですよ。どこにいるのかわかるですか？それなら任せてください。ワレチューさんの証言をもとに、秘密結社が空中戦艦を拠点としていることがわかりました。仲間は売れないとか言ってたくせに結局吐いたのねけどどこにいるかわかるんですか？足がつかないための戦艦ですよね。その道にとても強い知り合いがいるので協力をお願いしようと思っています。なのでその間にネプテューヌさんは各国に行って女神様たちを集めてきてください。おお、ってことは私たち4人の物語が全部終わったってことだね。ペタ、そういうことなら任せて。そろそろみんなに会えなくて寂しかったところなんだ。ネプネプ、そういうメタなことは知っていてもあまり言わない方がいいと思うですよ。 IF さんとコンパさんもネプテューヌさんに同行していただいてもよろしいですか？いいですけど、私も。久しぶりにネプネプと旅行です。せっかくですし他の女神さんたちにお土産を持っていくです。いいねそれ。せっかくだから新商品のプラネタワ焼き過去24個入りを持っていこうよというわけです。ああ、なるほど、お守りってやつですね。わかりました。それでは皆さんよろしくお願いします。I'll focus on placing those colors to actually get the track people in the middle. Okay, が発達した国なのだな。プラネティウムの技術はゲーム協会一だからね。ねえねえ、ミリアサちゃんの国はどんなところなの？ブリテンだっけ？ああ、魔法の力が豊富な島国だ。この国ほど科学技術は発展していないがな。今、祖国は内乱に加え、海を隔てた向こうにある別大陸の海敵から侵略を受けているのだ。なんか思った以上に大変なことになってるんだ。国内では派閥同士の争いだけでなく、エクスカリバーによって王の器を測る体制に対する反発から。またそうやってブリテン用語ばかり話してるとネプテューヌが混乱するんじゃない？ I have to check it out sometime. いやいや、私の読解力を舐めてもらっちゃ困るよ。ピューリーから妖精をパージして塔がバルスってことだよね。ほら見なさいあ、すまない。そうだな、わかりやすく言うならば、とにかくそこら辺を歩いていると半裸の女が出てくる。それがブリテンだ
誤解を招くような言い方をしないでちょうだい。そういえばジーカバちゃんは露出度高いし、ブリテンでは R18 のアイランドなの？違う、ブリテンはそんなエクスタシスな場所じゃないわよ。そうか。しかし一国の守護を司る女神がところ構わず半裸で戦っているのだから、ここも大して違いはないな。そこそこ長いシリーズの中でもあえて今まで触れてなかったところを。私もすうす気づいてはいたけど、この世界ではレオタードが普通なんだと思い込んでたけど、やっぱり突っ込んでもよかったんだ。まあ別にそれでも良いではないか。露出が高ければ私もみんなも喜ぶ。それがジャスティストレインネプテューヌだ。テータン、何それ？意味はよくわかんないけど、氷季節されると妙な説得力を感じるよ。I guess that's forgetting to do that. One of the cosas not particularly important is murdering everything in English. Yeah, but I'll do this thing as well. I'll just be my last one. Anyway, let's head to. も飛行機も未だ欠航ね。欠航です。というわけだから任せたわよ、ネプコ。まさか2人を背負って海を越えることになるなんて。落ちなきゃいいけど。Yeah, that sure seems important, especially since you're technically carrying more than two people. として、せっかく再会できたにもかかわらず、送り出したのはどこの誰だったかしらね。喧嘩はいけないよ。いいえ。バイバイ。もうやだこのパーティー。Same. And lots of more combinations, no? Right. Oh, is that it? That's all that I suppose.The fuck? Sorry. What? What's
Definitely probablemente de internet. この間反乱の話をしていた時にも思ったのだが、ネプテューニオ、お主はどうして女神になったのだ？反乱と女神を結びつけるのやめなさいよ。Not entirely wrong。どうしてって、私は生まれた時から女神だよ。なんと、赤子の頃からあのようなピチピチスーツを。っていうか、私は物心ついた時から今と同じ見た目だったような。でもネプギオはちょっと小さかったような。私たちは国のみんなの信仰心、シェアエネルギーの力で生み出されてるから、普通の人とはちょっと違うんだよね。女神とは資質を問われるのではなく、女神という存在そのものなのだな。それじゃあ逆に質問なんだけど、ミリアサちゃんはいつから朝やってるの？生まれながらにしてと言いたいところだが、朝王候補になったのはこのエクスカリバーを抜いてからだ。これはただの武器ではない。王の器を持つ者を選別するための剣なのだ。簡単に言うと、この剣がこう地面や岩に刺さっているとして、見事抜くことができた者だけが王になるための資格を得られるというものだ。おお、勇者の剣みたいな感じなんだね。そうそう。だがエクスカリバーに選ばれず反乱分子となった者たちもいる。3人、いや違った、11人の支配者と呼ばれる者たちだ。剣が抜けないのと強さは別だ。奴らは強い。それだけではない、様々な派閥のアーサー同士も政権を争い戦っているのだ。味方同士で戦っちゃってるの？シェア争いみたいな感じ？女神のシェアは一つではなかろう。王になれるのはただ一人だけだからな。その上、以前にも言ったように外敵と呼ばれる者の襲撃もあって、ブリテンは混迷を極めているのだ。私は争いがしたいわけではない。しかし対等な力を持っておらねば会話もままならぬ。私自らが真の王となって皆を導き平和を作る。そのためにエクスカリバーを手にしたのだ。いいお話だけれど、それだけじゃないわよね。
ああ、そりゃアーサー王になったら可愛い子にモテるどころか合法的に囲い放題、めで放題だからな。それに可愛い女の子がいっぱいのイベントにも参加し放題だし、反乱の騎士たちも作り放題。反乱分子の女の子たちも派閥のアーサーたちもみんな私の嫁になれば、プリテンに真の平和が。アーサー、そこのアーサー。いや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 、冗談に決まっているであろう。時には冗談も言える、それが王の器だ。今日は晩御飯抜き、器でも食ってろ。今日の夕飯は寿司だと言っていたのに、兵糧攻めとは。まったく、痛いけな暴君だ。おい、チーカマ、機嫌を直してくれ。尻に敷かれてる。でもちいかまちゃんはミリアサちゃんラブなんだね。ミリアサちゃんならこの調子でハーレム王国を作っちゃいそうな気もするな。なあ、今言うんだ。おかしなスタイちゃん。来るのも久しぶりだもん。いかにも孤独が似合いそうな街並みこそラステーションだよね。誰がぼっちですって。おお、その声はノアール、そしてユニちゃん。どうもまさかこんなに早くノアールたちに会えるなんて。もしかしなくてもこれは運命かも。運命なんかじゃないわよ。ラステーションにあなたに似た格好の人たちが向かってるって情報があったから待っていたのよ。まさか私たちに会いたくて待っててくれるなんて。うわー、ノアール会いたかったよ。ちょっといきなり大声あげて抱きつかないでよ、恥ずかしいでしょ。だってだって、ずっとノアールに会えなくて寂しかったんだよ。アールは寂しくなかったの？それは、その寂しくなかったといえば嘘になるけど。そうね、私もあなたとまた会えて嬉しいわ、ネプテューヌ。シューサイチョリーミノーネ、スッテリッチョいただきました。とりあえずいつも通りのノアールだってことが確認できたし、それじゃあ早速出発しよっか。いつも通りのノワールが確認できたし、なのかしら。あれノワールさん、まさかのお怒りモード？当たり前でしょ！無事に再会できて嬉しかったのに。あなたはいつもそうなんだから。今日という今日は許さないわよ。死んで死んで。この混沌とした空間。You shall win。
속에 플랭크 플랭니 플랭니 誰を狙おうかしら。正解に落ちなさい。やんよ。理不尽なのはそれを期待してるあんたでしょうが。灰色を持ってくるのを忘れたです。はいちゃん、どこか暖かいところに入りたいです。まったくあんたたち二人は。いいわ、ブラン様の居場所もわからないし、ギルドがあるからそこで聞き込みをしてみましょう。バカなこと言ってるのよ。あんたはブラン様を探すんでしょ。あら、もしかして見ない顔だけど、ブランちゃんのお知り合い。そうですけど、もしかしてブラン様を知ってるんですか。ええ、よく知ってるわよ。彼女に用があるならそろそろ帰ってくるはずだけど。イエーイ、ラムちゃん一番乗り。私は二番乗り。こらこら、二人とも他のみんなの邪魔になるから騒いじゃダメよ。あ、ネプテューノだ。本当だ、ネプテューノちゃんがいる。ネプテューノちゃん久しぶり。おお、懐かしいかな。そっけない態度、これこそブランだよ。恥ずかしいから急に抱きつかないで。久しぶりなんだかな。ブランニウムの補充が終わるまでいいじゃん。ブランニウム。つまりブラン成分ってやつかな。もちろん命名者は私。じゃあ私はネプテューヌちゃんニウムを補充しようっと。私もキュー。それで何の用かしら。ただ遊びに来たわけじゃないわよね。それについて私から説明します。なるほど、そういうことか。あ、ヘイスちゃん。誰です。ごめんごめん、驚かせちゃったかな。私はシーシャ、このルビーのゴールドサードだ。君たちを見かけて話しかけようと思ったんだが、真剣に話を聞いているみたいだったから勝手ながら混ざらせてもらったよ。そういうことだからちょっとの間出かけてくるわ。ブランちゃんがいなくなるのは寂しいが、これも世界のためだ。頼んだよ。驚いた、ついてこないのね。ゴールデンコンビとしてついていきたいのは山々さ。けどさすがにこの国を開けるわけにはいかないからね。だから任せたよ。ええ、任せて。I'm not gonna try to pronounce that. Hey, that's everyone.
going back to Canada for now. I hope you have fun. Within episodes, I'll try to get, you know, my equipment and things set up. And yeah, I'll see you next time. Bye!